今からお座りができるようになってきたお子さんと楽しめる触れ合い遊びをします。最初にお座りやすのお歌に合わせて触れ合い遊びをします。お子さんと向かい合わせになって足を伸ばして座ってみましょう。せーの、お座りやす椅子だって、あんまり乗ったらこけまっせ。ドシーン。じゃあもう一回してみようか。せーの、お座りやす椅子だって、あんまり乗ったらこけまっせ。ドシーン。またやってみてくださいね。次は足たたきの触れ遊びをします。お子さんをゴロリンとねんねんさせてみてください。はい、ゴロンってねんねんするのが嫌なお子さんはお膝の上でもできるので座らせてあげてください。せーの、足たたきちゃんちゃんちゃん、手たたきみたいにちょんちょんちょん、スリ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 。この時足の裏と足の裏をいっぱいすり合わせてみてください。じゃあもう一回してみましょうか。せーの、足たたきちょんちょんちょん、手たたきみたいにちょんちょんちょん、スリスリスリ。次はくすぐり遊びのサラダをします。お子さんをゴロリとねんねんさせてください。はい、せーの、サラダを作りましょう。レタスをちぎって、きゅうりをもんで、トマトをトントントン。しっかり待ってね。はい、マヨネーズをかけていただきます。むしゃ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 。ごちそうさまでした。じゃあもう一回、サラダを作りましょう。レタスをちぎって、きゅうりをもんで、トマトをトントントン、マヨネーズをかけていただきます。むしゃ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 。ごちそうさまでした。面白かったね。お家でもちょっとした時間に遊んで